李雲竜は、中華民国の軍人。北京政府、直令派、国民軍に属した。原名は、平信。字は古信。号は未将。1911年10月の西安起義に,に参加する。その後は、革命派の波太郎また官軍が成立すると、先生省革命派人士である、同軍兵馬大都督、超雲山の配下となった。李雲竜は、 五国戦争にも参加する。さらに1918年1月に、古慶翼らが、三原で、先制特軍陳述藩との戦いを開始すると、これにも参加した。古が組織した、先制靖国軍で、李は、第二死体司令となり、同年8月には大祖寺、第四祖事、第四死体司令となった。1924年の北京政変では、豊か大、通州に展開し、 天津の直令軍撃破に貢献した。古慶翼は兵局省率いる国民軍に加わり、李雲竜も国民軍第二軍第十住たびたび町に就任。河南省へ進軍した。1925年には河南省を巡ることだまとの戦いに参加している。李は三つ県を確保し、 慶應から向かった古慶浴率いる第二軍主力と共に東の洛陽を目指した。また南東からは県に展開する半昇州と右県の東遊小清潔の二個旅が北進しており、いずれも洛陽東隣の演示にて合流し、の退路を断つ作戦であった。3月4日、駄馬と黒い関にて交戦、その戦いぶりから上昇将軍と称された。 古旧制後の民国14年7月、西安8月、先生軍無前工事予見科南国民軍、第二根成旅旅た長に任命された。兵玉省が、西北国民軍総司令権監宿ただし弁に任命されると、李はーは1926年1月に、孫だけの公認として、処理先生ただし弁に任命される。しかし同月、古配布の内属、貫根軍は、 河南省進行を決意、東から雲三佐五の第一軍、西から龍鎮下の戦艦軍、南から阿田英決の第二祖地軍がそれぞれ進行を開始した。李は、竹井春の要請で河南省に進出。2月に国民軍第二軍第十四市長に任命された。3月1日、第二軍は鄭州を放棄。6日、竹と共に汽車で洛陽に到着したが、 地元の暮れない槍界に弾薬を積載した貨車を襲撃され、さらに西へ逃れ、4月西安にたどり着いた。それを追ってきた、竜鎮貨は、鎮貨三軍を復活させ、7万の兵を持って西安城を取り囲んだ。当初、木内は、李の残兵と第十二根聖旅残部の二個団、計五千人に過ぎなかったが、後李の要請で、第三軍から、三原のよう城らも合流した。 李は、指揮系統を円滑にするため部隊名を、宣軍に統一し、李が、司令官、陽と、ただ牧吉が副司令に就任。李雲龍と、陽古城は両者とも名前に、虎がつくことから、に、虎主制案と称された。以降、8ヶ月にわたり、牢城戦を持ちこたえた。その間、外の情勢は大きく変わっていた。7月には、 国民革命軍が武漢を陥落させて、後配布を、河南省へ追いやり、9月には後言武形視を経て氷が、国民革命軍に加入し、国民連ね軍を称すると、老城中の利もこれに従った。10月に、国民連ね軍本体の援軍を得て、鎮火佐軍は和解し、11月16日。しかし、城内の犠牲は凄まじく、軍民合わせて5万人以上の戦死者。 合詞者を出し、西安は、墓穴で溢れ返ったという。1927年1月6日、古京線と共に、河南省入りし、宝油手加県、土山形、臨所県に進出した。6月、国民革命軍西北軍第八祖辞総司令に任命され、10月、国民革命軍東寺副指揮式となった。1928年、北伐に参加し、国民革命軍、 第2集団軍第16軍軍長兼国民政府軍事委員会委員に任命された。北伐後、新編第3市市長に任命される。その後、軍縮に伴い、1930年に第34市副市長に任命され、1931年、新編第3市市長に再び会議在った。しかし李は中国共産党討伐に従事することを望まず、間もなく辞任。 帰郷した。以後、李雲竜は、地元の名士として、学校建設や、実業振興に取り組み、また、先生省臨時参議会参議院を務めた。1946年、陸軍中上区組を授与されている。中華人民共和国建国後も大陸に泊まり、先生省政治協商会議員に任命された。1954年、病没。去年65、 ありがとうございます。